です。だから要するに新型コロナはもう存在しないということです。だから朝の番組とかで感じのいい羽鳥慎一とか大人になってから喋ってることは全て新型コロナが存在しているというただの仮説のもとでいろんな話がされていて、ワクチンのことやマスクしろ、PCR 検査しろ、ソーシャルディスタンスしろ、自粛しろ、しなくてもいいことを言ってるっていうわけなんですよ。ちょうど。